また次の作品。ちょもちょも、今日はいい日だね。おはようございます。密着ですか。こんなとこ撮って面白いですか。ブランブランしてるときが一番自分らしくいられるんですよね。止め方知らないんですよ。なんか密着とか初めてだからなんかちょっと緊張しちゃうけど。睡眠時間はそうだな、だいたい6時間ぐらいかな毎日。なんか寝る前とかやっぱ YouTube とか見ちゃって、ね、結局あの12時越しちゃったりしてんだけど。でもその点やっぱチョモはね、朝まで作業してるしすごいよね。これ結構ね、あのいつも決まったサイクルじゃないと結構最近ダメになってきてた。今から何を買いに行くんですか。ディルドです。あの男性器の形をしたやつにするのか、それともあのガラス棒みたいなやつ、あっちの方がおしゃれなのかなとかもちょっと思ってるんですけど、まあ実際物見てからですね。ご予算は、まあ、20万ぐらいまでな。気持ち悪っ。何これ。今日雨予報だったんですけど晴れてよかったですね。デュード日和です。え、デュード何に使うかって、フレーバーコンドームはめて舐めるんですよ。あ、昨日っすか。昨日は上原愛ちゃんのあの鬼ごっこのやつで抜きました。すいません。こういうとこ好きなんですよね。これから魚肉ソーセージを買いに行きます。あれってディルドみたいですよね。むしろ食えるディルドですよね。まあ人生の暇つぶしですかね。それ以上でもないしそれ以下でもない。ただ俺らで暇をつぶしてくれるなら最高かなと。最近やっぱり肉食系女子が増えてきてるんですけど、まあ、そういったやつにこそ魚肉ソーセージかなっていう。そうだな、
バイクに乗ってる時とか、あとは、まあ、最近なもう結構ちゃんと始めた感じになって今だから言うけど、もう常日頃考えてますね最近は。あ、ちょっと自販機、なんかこうこういう自販機一つでもなんかチョモに飲ましたら面白いのあるんじゃないかなとか思ったりしてね、うん、まさか魚肉ソーセージが売ってないなんてことがあるんですね。反動で大きいパンを買ってしまいました。どうしてもすごい大きいねって言ってほしくて大きいパン買っちゃいました。すっごい大きいでしょ。すごい大きいよね。いや、合ってると思うんですよね。あのミスマッチ感。そうですね。クルちゃんにはシンパシーしか感じないですね。誰も俺とチョモララテが組むなんて思わなかったと思うし、きっとクルちゃんの相方は俺じゃなきゃダメだし、俺の相方もクルちゃんじゃなきゃダメですね。ライブで同じ日になったらやっぱり敵であるべき人ですし、ただ今は最高のパートナーかな。二人とも頭いかれてますから。トークは割といつもあのここについてからでボタンを押してから、うん、このカメラのね、うん、あの考える、ね、考えるというか、うん、普通に何も打ち合わせはせず、うん、台本もなくその場の雰囲気で、うん、お互いのフィーリングでやってる感じです、ね、そうなんですよ、うん、で結構あの、ね、YouTube の方とか台本とか多分ある方もいらっしゃると思うんだけど、ちゃんとやってるけどね、 うちは割とね自然体で、うん、ゆるゆるやらせてもらってますね。であの組む前まではあのそんなにね喋ったこともなかったんですよお互い深くまでは、うん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 、でこうやってあのクルチョモっていうコンテンツを一緒にやるってなってね、うんうん、あの話し始めて、うん、結構ねこう化学反応が起きるんですよね。めちゃくちゃ起きるな、ね、なんかあの俺が考えてたことすごい出てくるし思ってたみたいな、ね、そうなの出てくるんですよ、ね、なんか意外だよね、うん、なんかあの1回の撮影に 2,3 回ぐらいこう化学反応起きる時もあるし爆発するみたいな、うまくいかない時も当然ありますけど、うん、割とねあの毎回あの普通に楽しくやらせてもらってる感じですね、うん、そうそう、なんか、うん、自分たちが楽しいのが一番いいかなと思って、うん、まあ、その楽しいがね伝わればこれ幸いという感じで。そうだね、うんうん、なんかねこれからもね、まあ、やっぱ自分たちが一番楽しいと思えるものをみんなにも楽しんでもらえるように、うん、まああの楽しく続けていこうと思いますね。それはそうだね、うん、それが一番やっぱ続くと思うし、うんうんうん、なんかねあの無理にやってもね、うん、あれやから、うん、やっぱ楽しいのが一番いいかなと思いますね、うん、本当に。でもやっぱ最近ねその生の声とかもいただいたりしてね。そうなんですよ。めっちゃ嬉しくないですか、ね、なんか面白いですとか、うん、まあ、お前が歌うんかい。性欲はこの2つは最悪我慢できるんですよ。例えば睡眠欲だけはどうにもできないですね。もう欲なのか果たしてっていう感じですよね。この話面白くないですよ。
もう一回行きましょう。もう性の欲だけはですね、本当にもう10代の頃と何ら変わりなくてですね、今も立ってます。